はい、こんにちは、靴沢です。王大様、国防は最大の福祉様、マウンテンビュー CA 様、キャビンアテンダントですかね、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。私竹キャブっていう逆流性胃炎の薬飲み始めたんですけれども、割と今までしょっちゅう下痢してたんですけど、しなくなりました。これは逆流のせいで下痢もしてたのかな、思いまして、食事のたびに胸焼けする、しょっちゅう下痢するなんて方は一度逆流性胃炎を疑ってですね、病院行った方がいいと思います。1リッターのビールは体から 100cc の水分を奪うので熱中症になるのに効果的だから熱中症になりやすい。ビールじゃ水分補給になりませんよ、ということなんで皆様ご注意ください。未成年不法滞在者とその親に在留許可、特別ですね。川口の40代クルド人男性、素直に嬉しい。こいつはその恩恵に預かったみたいで、埼玉新聞はこういう時はトルコ国籍じゃなくてクルド人って報道するんだ。世論です。犯罪者のご寝床、泥棒に追い銭、産んだもん勝ち。ここではトルコ人でなくクルド人なんだ。犯罪者はトルコ国籍、かわいそうなのはクルド人。当然だと思ってやがるよ。犯罪者増やしてどうすんの。大増殖して生活保護に群がる未来。こりゃたくさんクルド。まったくおっさんはいつでもいかなる時もダジャレ考えてるから始末に負えないですね。クルド難民弁護団、大月剛だか武志だかっていうやつ人がいまして、61歳弁護士、救済の契機にしたい。これきっかけにですね、なんか拡大する気満々だなこいつ。これを回避するあてはあんのかな、岸田政権にはな。前前例がありますよとかですね、人らばっかずるいでしょって言われたらどう言うんだろうなーっていう感じなんですけど、公明党の言いなりの岸田政権、自我とか信念がなくて公明の言いなりだったら不自由民主党って名前変えろって感じなんですけれども、人らばっかりずるいであるとか、法律はみんなに平等なんじゃないのかとか、ぶちかまされたらどうすんだろうね。このパヨ弁ね、救済の契機にしたいって言ってっけど、救済ってね、フェラーリ乗り回してる連中に何の救済がいるんだよって話。そのフェラーリ乗ってるクルド人が救済すりゃいい話でね。難民弁護団って、いう名前、ついてるみたいですけど、自由にしょっちゅうね、トルコに帰れる、行けるのに、どこが難民なんだろう。許可が必要な子供は年々増えているとかも言ったそうであります。日本生まれ限定だから必死で産みまくってるってことがな、日本で。だとしたら怖すぎますね。増殖して将来生活保護に群がるって未来が現実になりそう。このパヨ弁が言ってること全部おかしいんですけど、連中の主張ばっかり報道する、取り上げる埼玉新聞もおかしいですよね。紙の新聞早く日本から消えてもらいたいな。それとですね、外国人からは多少なりとも滞在税を取るべきなんですよ。でね、結婚してる人はかわいそうとか言う人もいますけども、結婚したら帰化すりゃいいじゃん。で、帰化できない前科がある人とか素行が悪い人は諦めりゃいいじゃん。滞在税素直に払え。外国人が増えて日本人が減るのは本末転倒ですよ。日本人にとっては七転八倒な生活保護にたがられちゃたまんねえって話ね。台風6号9日頃九州の、九州に最接近。気象庁、記録的な大雨に警戒を。九州通過後は大陸方面に抜けるみたいであります。まあね、台風は上陸しとですね、だんだん勢力が弱まっていきます。海から海の暖かい湿った空気がエネルギー源なので、上陸しとですね、
勢力衰えますから、このままでいくと朝鮮半島直撃ですけれども、この影響で8月9日原爆式典総理欠席だそうであります。危機管理や安全面、交通インフラの関係で欠席になった、そうで、世論怠け者地元の広島だけでいいと、警備もほっとしてるだろ、暗殺情報でも入ったの、飛行機飛べないならしゃあない、式典やるかどうかも怪しい状況だそうだ、飛行機欠航になりそうなんで、まあしゃあないですな。地元の広島ができたのが、まあ、あの岸田の悪運っていうか強運っていうか、60年ぶりに会場もですね、平和公園、60年間平和公園でやってたものが屋内になるそうであります。で、収納人数に限りがあるから一般参加はお断り、関係者のみの少人数でやるそうで、長崎も平和記念公園って名前、平和記念式典って名前だそうですけど、何が平和で何が記念だか全然わかんないですね。一方的に非武装民間人何十万人も、虐殺されて、何が平和で何が記念なんだかさっぱりわかんないですね。戦没者慰霊式典とかに名前変えてよ。8月6日原爆投下前で、ドーム前でパヨが死んでるパフォーマンスしたそうです。毎年の恒例行事だそうで、なんか寝っ転がってるようにしか見えませんけれども、だらしない高齢者が寝っ転がってるようにしか見えないですけど、行き倒れ、世論誰に対しての何の抗議なの、こいつらの気持ちは永遠に理解できない、異例の催しで神経魚で、異例妨害、黙祷妨害、高齢者ばっかりそんなとこで寝るなよ、除草剤撒いてくださいこんな人間にならなくてよかった。川崎のデモ妨害でこれやってました、第一印象は月並みなんですけど、バカみたいっていうのが私の第一印象ですね、戦争反対でこれやってるんだったら天安門広場か赤の広場でやるのがあの筋だわね。なんであの原爆ドームでやってんだって話、これだけでもあのパヨと話すのは無駄ってわかりますね。何考えてるかさっぱりわかんない。パヨが使ってる言語はあの一見日本語なんですけど、あれはパヨ語っていうあの言語であって、日本語とは違いますからね。遺族の神経魚で、異例妨害行為で不謹慎極まりない、ですけど、まあ、ベルン大の発表でですね、パヨが使うのは嘘と嫌がらせの嫌がらせでしょうね。表現の自由だと言うかもしれないですけど、他人をね不快にさせる自由なんかないぞ、遺族を不快にさせる自由なんかないがんな。毎年これやってるのがですね、球場の会っていうところだって、日本人は抵抗せず黙って殺されてるっていう球場の理念には沿ってますね。死んだふり、全員死んでるっていうですね、このまま起きてこなければなおいいんですけど、あとはあの大雨降って地面びっしょびしょになってね、そこに寝っ転がなくちゃいけないっていう状況になったらなお良かったのになって思います。会合に C 数をも出席するほど共産党と関係が深いっていうか、共産党の下部組織だろうね。全国保険医団体連合会、マイナ保険証で病院倒産が相次ぎ、地域医療は崩壊するなんて無責任なこと言ってますけど、不安を煽ってますな。世論です。なんで閉店ラッシュなんだよ。不正してる診療機関が困るって言ってるだけ、それって詐欺だぞ、分かってんのか。どれだけ不正に依存してたらそうなんの。こいつらオスプレイで騒いでたやつらだ。保団連って言うらしいんですけど、略称有名なところみたいですね。パヨってて、本人確認の制度が増す手続きで存続できんって闇深い。どんだけ不正が横行してんだ。なるほど、貸し借りバレるから病歴見られるのが嫌なのだな。マイナ保険証のレセプトデータベース化で、その人がどこでどういう治療を受けてどんな薬もらったか一目瞭然になることを一番嫌がってるみたいなんですよね。病院をはしごして薬をかき集めることが不可能になっちゃうもんね。倒産ラッシュもそんなことを言われても、それがないと倒産するほど保険証の不正使用に依存してたのか、ってしか思われないですね。こいつらのせいで医療費ガバガバで国保税が高くなってるだとしたら許せねえな。パヨがこんな嫌がってんだったら、
来年秋と言わずにですね、今すぐにでも完全切り替えを断行してもらいたいな。私はもうあのマイナーカード持ってますから、勝ち組ですから、ちょっとめんどくさかったな。でも2回行かなくちゃいけないんでね、役所にね。作るときと取りに行くとき必ず本人じゃないといけないっていう、たまにはあの公明の言うことばっかりじゃなくて、日本人のもう今すぐ切り替えでもいいかなっていう声も聞けっていう話ですね。シーカゾもマイナ保険証阻止に奮起しておりました。国民の7割が反対する保険証廃止になぜ固執するのか。直ちにコミュニティノート、発動を。共同朝日毎日 TBS の調査では7割が賛成してます。役に立ちましたか？世論です。瞬殺やな。コミュニティノート有能。なんですぐバレる嘘つくの？猛録しすぎだ。引退しろ。数折ったら一桁の足し算もできないのかよ。共産党員の7割が反対の間違いで、それだと10割反対じゃないとおかしい。支持率1割1桁が民意の代弁者気取るのやめてもらっていいですか。パラレルワールドは存在する。顔真っ赤になりましたか。シーカゾーが白いって言ったらですね、ヌバタマの闇ですら白く思える赤旗読者向けだからこれでいいんです。共産党員ね、コミュニティノートは嘘ついている。コミュニティノートはネトウヨと罵倒し事なきを得るのだから、まあ事実なんかはどうでもいいっていうことですよ。要するにですね、精神の安定のためにシーカゾーはあのこう言ってるわけで、党員のね、党員のためにね、まあ党員の福祉っていうか福利っていうか公正っていうか、それじゃ共産党員がバカみたいじゃないですかと思ったあなた、その通りです。上位過達で長年思考停止してんで、急には頭が動きません。思考できません。論破されてもそれ分かりません。機械的に同じことを延々と言ってるロボットが共産党員です。なんでね、あの話し合いは全くの無駄、パヨと関わるのは全くの時間の無駄です。あの人らあの喋ってるのはパヨ語っていう言語で日本語じゃありませんので話通じません。すぐね、あの外国人っていう定義からして違うから、うちらのあの日本語では日本人じゃない人らを外国人って思うんですけど、パヨ語だとですね、外国人って、なるとですね、同胞とかですね、利用するものとかですね、そういう風に定義が違いますんで、まあ喋っても無駄でありますなーということで、読むだけで知見が得られる、頭が良くなるメール党員になってください。毎日届きます。毎日届いて、結構な量毎日届いて、月990円はお得です。メールで知ったニュースでお知り合いにマウント取ってくれても構いません。日本改革とメール党員に、ぜひなってください。ご登録は動画説明欄もっと見るをクリックしていただくとバババババって開きますんで、そちらからよろしくお願いします。デトックスジャパン。